こんにちは、ナレーターの山田です。今日は少しショックなことが起きたので、皆様に私の話を聞いてどう思うかを聞いてみたいのです。ある日、私は終電間近の電車を待っていました。終電間近とあり、乗客が結構いました。しかし、隣の車両がやけに空いていることを電車が駅に入ってくるときに見えましたので、座りたいなと思っていた私は隣の車両に移動して、そこから乗車しました。すると鼻をつく胃酸の匂い、床一面に口からお戻しになられたものが散乱していました。その散乱したものの真ん中に、結構きれいめなお姉さんが寝ているというよりは意識を失っている感じで横たわっていました。しかし、私の乗車に気づいたのか、彼女が苦しそうに目を開けました。そして私の顔を数秒間まじまじと見た後、彼女はまた吐いた。確かに私の顔は決してハンサムではありませんが、さすがに失礼じゃね？っていうお話でした。皆様ならどう思いますか？またどう対処しますか？まあとりあえず酒は飲めども飲まれるな。以上、山田でした。